回はニコラ5月号を紹介します。今月号の付録はこちら、ラブトキシックガールズプリントペンポーチです。大きさ的にちょうどいい感じがします。新学期から学校で使えるラブトキシックのペンポーチが付録で登場。クールなガールズプリントのデザインだからみんなに自慢できること間違いなし。流行りのテープロゴチャーム付きなのもおしゃれすぎるということです。で、さっきニコラを読んだんですけど、今年の春は黒が流行るそうです。ということでこちらのポーチも黒です。では開けます。じゃあ、コーヒー Like for like よ、よろラブトキシック。何？Like for like よろよろ。女の子が3人いて、みんなアルファベットの帽子をかぶってて、でモノクロになってて、でここにラブトキシックって書いてあります。で、ここは今流行ってるロゴテープがチャックについていて、テレピーってやるとこんな感じです。あ、中白い。中は不織布が貼ってあります。サラサラです。ペンをこう横に入れると、あ、ちょっと横に余裕がある感じで入れられます。ここが19センチで、ここは11センチです。たくさん入りそうです。黒なので学校でもすごい使いやすくていいと思います。ここの開け閉めがすごい滑らかでカッカッカッとかなんないので、すっごい使いやすいです。硬さもちょうどいいし、さっきこれちゃんと読んでみたんですが、それで気になったところをいくつか挙げていきます。まず前SBY の購入品で紹介したこのミルクリームが、コメントで載ってましたかって聞かれたんですが、今月号にもう載ってました。あった。あ、3名様にプレゼント。乳液や美容液成分から化粧下地の効果がこれ一つに配合されている、2160円って書いてあります。32ページです。先月号とか先々月号にも載ってました。あと気になったのが、今年、あいみちゃんと、えずきちゃんと、かのんちゃんと、かやちゃんと、ひなちゃんが、卒業しました。ニコラを。あと、男の人が、3人卒業しました。かのんちゃんが好きだったので、悲しいです。あと、みんなの変顔コーナーとか、プレゼントもいっぱいあったし、で、ここにも載ってますが、流行り大好き中学生の安川百コーデっていうのもありました。で、ここには GU、ウィゴ、島村って書いてあるんですけど、 H&M、Forever 21、ベルシカ、ガールズルール、パペルラピス、アイスクリーム12、グレイルっていうのがありました。で、このイケてる女子の文房具パーフェクトブックっていうのも、ニコラのみんなの筆箱とかが載ってて、読んでて楽しかったです。ということで、以上ニコラ5月号の付録紹介でした。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。